リサちゃんとサイカちゃんがなんかしてまーす。チラシ配ってます。あ、偉い。アリサちゃん。はい。この階段意外と降りるの怖いんですよね。今日フル活動の武藤さんです。頑張れ。頑張ります。3回公演3回ダンスです。3回歌です。ダンスをやった方がいいです。頑張ってます。私たちあったかい目で応援してください。すごいお歌上手です。俺のことだね。俺のことかい。それで本番取っちゃダメだよ。引き換えでしょうか。引き換えで。このうちみんな入りきらないんですけれども。よってよって。持ってるかな。うちはチーム何？チーム名。チーム何？チームパジャマですかね。ああ。かわいい。マネス。眠いです。ダメです。本当に眠いです。頑張ってます。昨日は神田まで行っちゃいました。わあ。お上気で頑張りました。すごい。夜中中歌ってます。私たちもミュージカルチーム。おはようございます。おはようございます。監督が来ました。今ダメ出し中です。2階から見た風景です。あそこにゆうこさんがいらっしゃいます。いらっしゃいます。また後で合流します。意外と2階高いですね。もっと低いと思ってたよね。もっと低いかもっと高いと思ってたよね。微妙な高さっていう。あと2分で会場になります。出ましょう。俺出ます。おみくんです。今から本番です。どうした。入っちゃった。そんなわけですね。今から階段を上がっていきたいと思いますが、踊り場でですね、住み着いている方がいるんです。こちらです。こちらです。どうも。メインキャスターのザラメさんのスミカです。スミカじゃん。一人だけお外です。かわいそうです。猫居心地いいよ。嬉しい。ハンガーいっぱいあるし。何か一言お願いします。私の楽屋はドラゴンボールがあります。え、なんで。すごい。本当にピッコロ様が帽子がかけちゃう。心に様ってかっこいいでしょ。ピッコロがサボ嬢で悟空が僕あ、本当だ。かわいい。かわいい。3時。もう3時。そこだけは。今は3時半。はい、次行きたいと思います。時計が読めないみたいで。次。はい。今からですね、屋上に行きたいと思いますが、皆様には内緒で撮りたいと思いますので、静かに行きたいと思います。屋上です。手が出た。はい、みんなの憩いの場の屋上です。思ったより人いません。もっといっぱいいると思ったらいません。8人いたしました。さっき嬉しそうに買ってきたお弁当食べてた。チキン食べてます。マイペースです。ちゃんぽん食べました。あら、早いですね。完食しました。お昼まで飲み切った。今日は本番はなので皆さんくつろいでおります。ダンス頑張ります。
どうも、化粧がちょっと落ちてます。どうですか、今日の初日の一言。とちります。とちります。ません。ません。大丈夫です。はい、M 字に今日初日。声晴れ。どうぞ、一言。緊張しております。大丈夫、代弁します。ガッツです。美女、いたあ、もう一人の美女。はい、サラダ食べてる。 B組美女です。美味しそう、うん、美味しいですよ、食べますか。今日はダンス出ますか。めっちゃ出ます。今日ダンスの方は本番です。一言お願いします。そんなわけで楽屋レポート行ってまいりました。いかがでしたでしょうか。というわけで、初レポーターいかがでしたでしょうか。楽しかった。楽しかったね。でも裏が暗いから絶対転ぶ転ぶ転ぶって思いながらやってました。はい、初レポート楽しかったです。やりたいですね。はい、またお願いすると思いますが、このお二人と、私もまた今後ともどもよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで楽屋レポートでした。